陛下からはすでに体温をいただいております。早く院を。陛下。ん？陛下、陛下ならば私に取りに行かせてくだされ。トトク殿、芝居殿が。ん？どうせ。は。トトク殿、トトク殿。これは秀達殿。ああ、ああ、どうぞ座られよ。はい。いや、どうした、なぜため息など。実は呉と蜀が結び軍を起こして国境に迫ってまいった。孔明はすでに30万の大軍率いて祁山に出陣。すでに真相を奪い長安をも脅かす勢い。なんと、どうしてそれを早く申さんのだ。トトク殿のお体に差し障ってはと、ああ陛下が仰せられてな。しかしことは急ゆえこうしてお知らせに参りました。それでトトク殿はいつ頃になったら回復し出陣なされる。わしの病はそうすぐには良くならんだろう。この国の危機に陛下はなぜ中達殿を大都督に任命なさらないのだろう。そのような退任は私には無理だ。何を。誰ぞ、他の院を持て。はあ、都督殿。ん？貴公がここで受け取らなければ、わしが病を押して陛下にお目にかかろうぞ。都督殿、実は陛下はそうお命じになりました。しかし私には大都督など荷が勝ちすぎます。ああ、バカな、何を申される。他に何か理由があるのだろう。都督殿、今申したことは真実でござる。貴公はわだかまりがあるゆえ辞退しておるのではないか。いや、はい、わしが浅はかだったのだ。貴公の言うことを頭からなめてかかり、せっかくの進言を聞かず、かの惨敗を喫した。今は心から後悔しておるぞ。トトク殿。中達殿、今こそ国の存亡の時だ。それを念頭に置き、院を受け蜀の大軍を追い払っていただきたい。トトク殿、今のお言葉感激いたした。されば院はしばらくお受けいたします。そしてトトク殿がお元気になられたらお返しに参上いたす。いや、神使って期待に背かず敵を撃退いたす。
孔明は大軍を連路率いてきた。持久戦は避けよう。なのにまだ攻めてこぬのは何か企んでおるからじゃ。各陣営から知らせはあったか。ああ、各陣とも気を引き締めて守りを固め変わりありませぬ。ただ武都と隠蔽からだけはまだ知らせが。あの二軍は国境の要中へ、孔明は必ず攻めてくるだろう。ああ、いかがいたしましょう。わしが武将を出して蜀の軍に戦いを挑み、孔明の気を引こう。その方ら素早く一手を率いて、関東から蜀の五詰めを攻め、かの二軍に加勢せよ。あ、忘れるな。深追いしすぎてはかえって危なくなるのだと分かっておるな。ご安心あれ。我ら直ちに出発いたす。柴田と対孔明。どちらが上かの。おそらく孔明にはいかに柴田徳とはいえ及ばぬのではないかと思うよ。とはいえ今回のこの刑は徳殿の優れた才智を感じる。今度こそ孔明を破ろうぞ。いや、うわ、将軍、将軍、どう、隠蔽と武藤は王兵脅威に落とされました。何、前方に蜀の陣があります。すでに城を落としたというのに外に陣を張るとはおかしい。企みがありそうだ。兵を引こう。